キルホームフェルトにあるハインリッヒ・ベルナーハウス・ハインリッヒ・ベェルナーはドイツの作曲家。ライネフェルデ・ボルビスに生まれ、ブラウンシュバイクに没した。日本語では名は、ハインリッヒとも、姓は、ウェルナーとも表記される。ベェルナーの最も優れた、また、最も広く知られた作品は、ヨハン・ボルフガング・フォンゲートの詩、ノバラにつけた民謡風の旋律である。ブラウンシュバイクにあるウェルナーの墓。 ベルナーの父は音楽教師で声楽家でもあったため、一家と音楽との結びつきは特に強く、息子たち三人はいずれも長じて音楽家となった。ヘインリッヒは15歳まで自宅で音楽を学び、11歳の時には地元の村の教会でオルガンを演奏した。十五歳の時、サンクト・アンドレアス・ベルクの少年合唱団の一員となったが、この合唱団には兄・フリッツと 弟ビルヘルムも加わっていた。やがて、兄がブラウン・シュバイクで音楽教師になると、ハイン・リッヒはギムナジウムを退学して、兄の元へ赴き、音楽の指導を受けるようになった。1821年、ベルナーはエアフルトに学び、1822年には教師資格を得た。同年末には、ブラウン・シュバイクへ戻り、ハーゲン・マルクと歌劇場の合唱指導者となり、 音楽教師としても働くようになった。ハインリッヒ・ベルナーは84曲の作品を作曲したが、その大部分は歌曲であった。ベルナーの最も有名な作品は、どうは見たり、野中のバラ、と歌われるゲーテの野バラであった。1829年1月20日、この曲はベルナーが指揮者を務めていたブラウン・シュバイク合唱団のコンサートで初演された。 ベルナーが作曲したこの作品は、たちまち人気が出て、今日でも歌われることが多い100曲ほどの民謡の一つとなった。1830年、ベルナーはホルツミンデン、ハノーファー、そして故郷への旅に赴き、1831年にはベルリンへ、さらに1832年には故郷への最後の旅路に着いた。1832年秋に結核を患い、 1833年3月3日にブラウンシュバイクにて死去し、同地に埋葬された。32歳ボーツ。キルホームフェルトにあるハインリッヒ・ベルナー記念石碑。ベルナーの故郷であったキルホームフェルトには、野原に囲まれた記念の石碑が置かれている。また、この村の集会場はハインリッヒ・ベルナーハウスと名付けられている。 かつての東ドイツの時代には、キルホームフェルト近傍の中心都市ボルビスにあった2校の技術系の高等学校の一つが、ハインリッヒベルナー学校と名付けられていた。ありがとうございます。